我が輩はポンである。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、第二ハウス一A です。ちゃんとよし、ね、ちょっと開けてても寒ないね今日は。ふるちゃん、ポポちゃん珍しいの、この子も。ああ、はい、アメちゃん、はい、レイちゃん、ミオちゃんに、クラキチ、出ますね。今誰か入っていったみたいな。誰だろう。あ、シャー君から入っていった、また。はい。ロシ。ロシ。ね、こんな感じです。あ、みっちゃん、この子の。みっちゃん。みっちゃん、これでサビちゃん、まあ、昨日からちょっとここあれいろいろね冬の支度はしてるけど、まだね、これちょっとえらいよって言ってんねん。サビちゃんね、あれキーボードどこ行った？キーボード、キーボード、キーボードどこ行ったの？何言ってんやお前ら。ルーちゃん、キーボーこんなかな、どうして？あ、キーボーこんなかいね。ここ入ったら分からへんね。誰を言うてんや。シャークの中に入ってますね。あの下に向いてないね。シャークの中に言ったな。はい、こんな感じで、トラ吉。みおちゃん、みおちゃん、何見てんの？ちゃちゃくんとそらちゃんあるんだもんね。ちゃちゃくん、そらちゃん、ね、何してんの？そらちゃんとちゃちゃくん、みおちゃん、どこか誰おんや？おいだ、ね、何やろ、みんな黙ってちょっと見てくる。北谷のみみみちゃん、最近こっちも来るか。あ、今出ていったの、出ていったでしょ。私、これはシャーク、シャークです。シャーク、おるかな。あ、いたね、いてました。シャーク、シャーク、何してんの？何してんの？トイレ行ってた。穏やかな一日、今日も、ね、あ、ミミちゃん、レイちゃん、何してんの？やっとここちょっと吹いてね、昨日冬になったでしょ。動画撮影の後吹いたらいいからね、ちょっとこんな感じで。意外とこのね、もう最近頼んでないけど、あっちのがね、今回いただいたキャネットと、キャネットやのや、キャネットとか、スマックとかのが人気あって、もうほとんどそっちばっかり食べるんでね、ドクタープロをちょっとね、頼んでないんですよ。まだね、2ヶ月頼んでなくても、ここのやつね、これドクタープロです。まだ残ってんの。こんだけまだ残ってんすよ。いかにスマックの方が良いのか。ね、6袋やったかな。え、6、うん、6袋ぐらいで、ね、10キロのやつ6袋ドクターブロ毎月頼んだけど、ちょっと減りが悪くなってきたからね、スマック入れてからスマックばっかり食べるんですよ。これ2ヶ月間、2、3ヶ月ちゃうかな、これドクターブロ頼んでないんです
それでもまだ残ってるという最後の袋を入れたのが、ね、ね、まあ親思いの子たちなんかの子供たちはね、意外とね、ドクタープロは10キロで5500円ぐらいだったかな。安いんです。それも安いんやけどね。だけど、スナックをもう一つね、7キロで1600円、1800円で売ってるんで、ね。断トツ安いんですよ。ね。はい、この感じでね。じゃあ、今日もええ天気になるいうことでね、また、この後いろいろちょっと作業していきます。ね、これも監視カメラ、これね、監視カメラポーズ。ね、これで、合計。まあ、時間がちょっととかな。あ、5分ついてんね。実際は、まあちょっと、こんな感じでね、増えました。ね、ポンハウス。結局今なんぼや。17、18、22、この監視カメラにね、今なりましたね。猫部屋、ここのだけで、このハウスだけで22個の監視カメラでね、監視しています。だからね、22人に雇ってる言うたらおかしいけど、22人のね、人たちにね、見守ってもうてるのと一緒やからね、監視、見てもうてるのと一緒やからね、全然ね、トイレずっと見てもうてるのと一緒やからね、安心できるかなね、ということです。はい、はい、第2ハウス陰影です。こうちゃん、あっ、はい、ブルーちゃん、ブルーちゃん、あ、逃げんの、ブルーちゃん、はい、ブルーちゃん、それでエルマちゃん、最近ほんまそこやな、なあ、そこ最近ね、そこ行ってます。おいで、まだあかんね、ちょっと怖いね、ちょっと慣れるまでは。はい、ひぎちゃん、ゴロゴロ言うてみようよ。はい、ちょっと言うてんな、まだまいしやな。はい、まやちゃん、まやちゃん、おはよう、まやちゃん、まやちゃん、まやちゃん、おはよう。そっか、いつも。はい、おうちゃん、みこちゃん、おはよう。はい、キキちゃん、キキちゃん、ね、キキちゃんです、はい、はい、落ち着いたな、お前もな。はい、はい、モカちゃん、モカちゃん、これ、モカちゃん、モカちゃん、もともとより子やな。はい、リオちゃん、はい、リオちゃんと言ったらね、ここに寝てました、昨日無人で。今はリングちゃん寝てる、もうゴロゴロなってきたね。リオちゃん寝てたな、撮りたかったな、ボロボロなる前に撮りたいけど ね、今日ぐらいちょっとね、ベストショットを狙おうかな。まあ今日は休みなんでね、久しぶりの連休ね。サバちゃんは、まあ、今日もね、このね、いろいろことでね、やっていきたいなと。なんか花もね、ここちょっと植えようかな、また。猫のね、猫草ね、猫草、あ、かわいい、猫草ね、植えたりしてみようかな。エゴちゃん、寝てんの。はい、はい、切らせて。おこちゃん、はい、切らせて。足にまとまりつくから。今日、うんちゃん、あ、朝見られないから、ここね。うんちゃんと、サブロ、サブ、サブクロちゃん。ね、あと、トドちゃん。ね、何してんや、お前らは。ね、
ポンさん入ったからこの子逃げんからね、ふんちゃんは。このまんま、バンって叩かれたら怖いけどね。あくびしてる。さっきまでふうまくん言ってたけど、中入って、この、きたろうくんが出てきたね。ね、サブクロちゃんもね。はい、こんな感じで。はい、行こう。おもちゃんはもっと出てくるから。はい、行け。はい、行け。おもちゃん、はい、行こう。はい、行こう。おもちゃん、行こう。はい、行こう。はい、行け。はい、行こう。にゃーにゃーって。かわいい、これで。はい。いこちゃん。おもちゃん、おはよう。おもちゃん、おいで。おいで。はい、おもちゃん。おもちゃん。ほんまね、猫、ザ・猫って感じで、猫ってほんまこういうことする、多いからね。な。野良でもこういう子おるからね。こんな子がね、野良でおったらかわいそうでしゃあないもんね、ほんまに。ね、ほんまにこんなんして、来る子もおるからね、野良で。な。ハリウムじゃねえです。ね。こんな感じで。今日はね、もうこの時間帯だったら、これ出てる時には、ね、捕獲器に入ってるかわからないけどね。うん。だけども、これ出してる時間帯にはね、わかるんだけど、入ってたらね、またね、連れて帰ってきます。ね、道路に引かれるような子はね、かわいそうなんでね、できるだけね、保護してあげたいなと思っています。まあ、こんな感じで、これぐらいにしとこうかな。あと何もなかったかな。ね、そんな感じです。はい、以上です。私たちの仲間が道路で亡くなっていたら、シャープ 9910 に連絡をお願いします。